で3度目の正直あっ行っちゃったでも釣れたってことでしょ。これニジマスが釣れました。今4時ぐらいなんですけど、少し魚がアクティブになってきた気がします。でリリースします。さっきリリースしようと思ったら跳ねて、その動画が撮れなかったでしょ。だから今リリースする動画、ほい撮った、はい撮った、はい来た。このフラットな流れにライズが見えるとやる気が出るんだけどね。時間帯的にあってもおかしくないんだけど見られません。はい、今日は終了。一日中同じ場所で今日は釣ってました。車で移動する時間がすごく短かったから、なんか
目いっぱい釣りしたなっていう気分です。といっても12時から5時までわずか5時間なんだけど、すごいたっぷり釣りをしたなっていう満足感でいっぱいです。そして大きな魚は釣れませんでしたが、多くのニジマスを釣ることができました。今日はそんな一日です。ではまた明日。初めての場所です。小川です。おはようございます。今日は初めての場所です。ご覧の通りかなりヤブが生えていて、狭いところでなんとなくクマの気配を感じるので、これを携帯してます。まあ、北海道で釣りをするときはどこに行くでも必ず持ってるんだけど、今日はねとても雰囲気がクマクマしい。気をつけましょう。ベビーベビーリリース。浅いところをドライフライを流してこれから9月10月になると落ち葉が増えてきてドライフライも見えづらくなるんですよね。あと針に葉っぱが引っかかることがトラブルにつながるから釣りづらくなるんですよ。深さのあるプールを見つけました。今まで釣り上がってきたところよりは幾分深さがあります。大きい魚が潜んでいるのではないかと期待して投げます。巨大魚？巨大魚？あ！ルックス巨大魚だよ。We lost nice fish. Should be nice fish. でかいんだよ。いるってことだよ。今と同じ方向からリリースするから。あ、来ちゃった。曇ってる。この小川は小さなニジマスとオシロコモがすごいたくさんいます。ドライフライですでに20匹ぐらい釣りました。ベビーフィッシュベビーフィッシュ。ドゥン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 。あそこのプールに流れ込んでいるところに深くなってるんだけど、僕らはあれをこうプールって呼んだりするんだけど、あのプールにおそらく3000匹ぐらい溜まってる。ニジマスだ。おビューティフル。僕の投げたドライフライを遠くから追ってきて、リリースします。あの流れ込み粒子見える？で、僕はあの粒子の右側にちっちゃな止水があるんだけど、あそこにフライを投げたのね。そしたら流れよりも左側にいる魚が横断してフライを食べに来たの。っていうことは視野角がそれぐらいあるってことだよね。
もう真右が見えてってることでしょ、ね、しかも流れがあるのにもかかわらずだよ。あるいはトンネル時点でもう確認してるのかもしれないね。フライが着水する以前に左にいる魚は右上を見えてるのかもしれないね。サイカ、今待って、あ、でかいのがいる、追ってる追ってる。この小さい魚を追ってきた魚が大きかった。大きなニジマスがいるかもしれない。今モアという結構大きな魚の気配を見つけたのね。で投げたんだけど、釣れた魚が小さな魚だったの。でもその魚を追い払うように大きな魚が後をついてきたということで、いるよ、ここいるよ。お、右奥になんかライスがあったね。あっ、ちっちゃいか。きれいなニジマス、きれいなニジマス。美しいですね。木漏れ日お辞書で引くと、真ん中にかかった、口の真ん中にかかった、口の真ん中にかかってる。アゲイン。はい、5時になりました。これからだんだん暗くなってきて、熊の時間に突入するので彼らに譲りましょう。そこのプールで最後ね、10匹ぐらい釣ったかな。あのプールに溜まってますね。もう場所をうまくこうはまっちゃうとたくさん釣れるんですよね。この場所を見つけ出すのがとても大変。今日もよく歩きました。ホテルにチェックインしました。なぜこのタイミングで動画を撮ってるかというと、部屋にあるコーヒーがね、焙煎の日にちが書いてある。これを書くのって勇気いりますよね。これきっと美味しいコーヒーなんじゃないかなと思って、コーヒー豆ブラゼオのコーヒー豆、まだ開けてないですから、どんな匂いがするのか、どういったパインなのか分かりませんけども、少なくとも焙煎日が書いてある。これはとても珍しいことですよね。ゼンさん、僕今コーヒーをいろいろ習ってるんですけども、ゼンさんっていうね、焙煎する方がいるんですよ。その人にコーヒーを学ばせてもらってるんです。ということでね、味を確認してみたいと思います。まあ美味しいんですよ、何入れたって、何飲んだって美味しいんですよ。まあこれはかなり細かく引いて、このホテルの人が焙煎してるんじゃないかな。細かく引いてある。そして深い豆だろうな、ちょっと色が。Hey Siri, set the timer 30 seconds. Okay, your timer is set for 30 seconds. Every little bit of my heart lights up. Can you please tell it? 僕ね、コーヒーをね、入れるときは30秒間蒸らすでしょ。その間に絶対腕立て伏せするって決めてるの。だから1日最低2杯自分で入れたら、2セットやるんだよね。30回かける2セットやるってことだよね。かなりファイン細かいから、あんま時間かけない入れた方がいいですよね。好きな味なんだよ。少しチョコレートがかった苦味のある、酸味はあまり感じない。ダークローストなの、結構深入りの味なんですね。この味はおそらく多くの人が美味しいっていうレンジの中に収まってる。どなたでも美味しいと思う。僕ももちろん美味しいと思うし、皆さん美味しいと思う味だと思う。こういうコーヒーのうんちくの動画は僕まだできないですけど、ただいま勉強中。本当にコーヒーって奥が深い、そして面白い。寝る前のコーヒーだよ。いくらカフェインとっても全く眠れないってことがないんだよね。簡単に眠れるし、カフェインで目が覚めちゃうってことがないんだよね。寝る前の一杯。